はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのはプリズンアーキテクトですね。まあだいぶ以前に発売されたゲームになるんですけども、現在プレイしているエアポート CEO が似たようなゲームでして、あっちのゲームをやっている時にですね、このプリズンアーキテクトを改めてやりたいなと思いまして、今回プレイすることになりました。でね、ちょっといろいろわかんないところだらけなんですけど、まあギャングいたりイベントがあったり、まあいろいろ天気、天候、気温かな、こんなのもこういろいろ要素として含めて、やっていきたいと思います。多少ね難しい設定になってるんだと思います。ほとんど初プレイです。何ここがトゥードゥーリストね。CEO からのレターを見ろと。まあ頑張れよ的なね、毎回の。これ好きですよね、海外のゲーム。これなんか。まあいいや。これデリートしちゃおうかな。助成金か。助成金を確保しなさいって言ってますね。ここかな？ほんと、初プレイに近いです。これプレイしたのはもう数年前ですね。そっから、だいぶ経って久しいので、ほとんど初プレイ状態ですね。あれからいろいろアップデートもあったみたいで。これを解除するとお金がさらにもらえるのか。最初にもらえるお金が、2万ドル。で、いろいろとね、牢屋作ったり、シャワー作ったり、ヤード作ったり、食堂作ったり、いろいろすると、プラス1万がもらえると。これやっときましょうか。よし。2万もらったから今5万ドルか。だいたい500万円ってとこかな？ふむふむと。何をどうすればいいのかですけども、ここは湖か。なんか実際ね、今回のプレイするとか湖があったりですね、いらない廃墟とかした建物があったりしてるんで、ここをうまく使いたいですね。まあお金もうまくやりくりをしていかなきゃいけないので、ね、こう経験があればね、いろいろこうやって作ってこうやって使ってっていう順番がね、暗黙の順番があるんでしょうけど、それがまっさらわからないので、丸一日でもう8人のプリズナー来ちゃうんですよね。だから8人のプリズナーを収容するための収容場所をね、ひとまず確保したきたいなと思います。ここにしようかな。これをまず、こんぐらいで8人足りるのかな？まあわかんないけど、こうやっときますか。なんならここもちょっと部屋としときましょうか。ね。で、絶対に必要なのが電気とか多分必要なんだよね。あとスタッフか。だからパワーステーションをちょっとね、ちょろりどっかに置いときましょうか。ここら辺に置いとこうかな。で、要はキャパシターが必要なんだよね。1、2個ぐらい置いとくかな。お金がどんだけ必要なのかがわからないんで。あと、この、水道を置いとくと。これ水道だよね。よいしょ、よいしょ。で、できたら、あとはパイプとかをやるんだよね。さらっと引いちゃうっていうのも手なのかな、こうやって。ひとまず引いちゃおうか。もう結構、
お金かかっちゃうね。バルブか。これも、こういう感じでいいのかな？太いパイプを最初に通しときますか。なんか軸のような感じでね。こんな太いのでいいのかわかんないんだけど。お、ウォーターボイラー。あったかくできるね。まあ、ゆくゆくかな。よしよし。のんびりやっていけるのかな。ちょっと多分もうちょっと社員を雇っても今はいいかもしれないね。スタッフ。もうちょっと。あまりやっちゃうとやばいかな。何人ぐらいいけんだ？これで終わりか。こっちにやっとけばいいかな。よいしょ。かなりの人数雇いましたね。うん。結構ガンガンね。これがね、エアポート CEO とちょっと違うんですけど、細かいですよね。ここの方が。なんか人間味があるっていうか。向こうはちょっとね、荒い感じがまだ、アーリーアクセスなだけに、こういう細かさがないですよね。これは非常に人間味があっていいですよね。じゃかじゃか作ってる感じですよね。さてさて、プリズナー来ちゃいますよと。あ、エントランスがないんだね。ダメだね。エントランスは、大きいのがいいのかな。まあいいや、ひとまず大きいのにしようか。こう、どっから来んの？あれ？入り口どこ？デリバリーでしょ？ガーベージでしょ？まあ、入り口は自分で決めちゃえんのかな？ひとまず、ここと、わかんないけど、ここにしとこうか。こことここはなんか道で繋ぐ感じかな。ねえ。道？ブロック？何かまだ順番が違うのかな。おうおうおう、いいですね。電気がついたけどこっちがついてないね。そりゃそうだよね。こうか。よし。いやー、多分これ慣れてる人から見るとこう作るんじゃないよってすごい思うんだと思うんですけどね。汚っ。あー、こんな汚いんだ。あれ、ここ、これとこれ素材が違うけど、あ、そっかそっか、そうだよね、廃墟とかしてたとこだもんね。ひとまず、こういう感じで、いけないのかな？こういう感じ？つなげたいな。まあいいや。20でしょ？20時間か。なんか時間がありそうでないな。大丈夫かな？結構遠いんだよな。これ、物ここまで持ってくのが。心屋にしちゃってもいいか。ホールディングセルだから、大きい、あれだよね。集団のセルがあればいいんだよね。
あ、でもできたからいいか。ひとまず、どうしよう。ひとまず、こういう感じで、こういう感じかな。どうだろう、こういう感じ。で、どっから来るのっていう話があるけど、ここから来るってどうかな。これでいこう。これ何これこれ。これこれ。まあいいか。お？うん。よし。ホールディングセルを作っちゃおう。先にね。5×5 のサイズが最低でも必要だよと。どうしようかな。こっから入ってくるじゃん。ガーッと。ただもうここにある感じにしようかな。ホールディングセルが。5×5 か。小さくない？まあいいか。ね。んで、ブリックウォールか。何がいいだろう。コンクリートも悪くないね。まあ、ブリックでいいか。優しい感じのね。うん。こういう感じで、どうかな。で、ラージで、こうしちゃうと。あとは、ドアが必要だ。トイレとベンチが必要だと。トイレとベンチ。これか。どうしよう。トイレ。うん。トイレとベンチ。そうか、そうか。トイレは一つだよな。やっぱり。で、こういう感じにしてあげようかな。で、ベンチ。ベンチはどこにあんの？ベンチ、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 これか。おー。うん。こうでしょ？こうか。どうしよう。こうして、お？こうして、このベンチやめて、あれ？このベンチ、うん。操作がね、いまいち。こうか。どうかな？あれ？何これ？ノールート。ルートさ、ああ、ここね。ダメですね。ちょっと待って。時間もったいないよ。よいしょ。先にこれやって。誰か。指定できないんだっけ。これ早くやって。18時間。うん。おお、持ってきてる持ってきてる。よいしょよいしょっと。これさえこうガタガタってやっちゃえば。よし、入れた。結構大変ですね、これ。で、トイレでしょ？で、水が多分取んなきゃいけないから、これかこれか。ホットウォーターパイプ。細かいですね。これでいいよね。で、これずっとトイレ向いてっていうのもきついだろうから、おしっこしてる間にね。あ、でもそんなもんか。警察署なんか、そうね、刑務所なんかそんなもんかもしれない。で、最悪これ全員入れよと。あと、お風呂場か。お風呂場ここにしようかな。ちょっとバンバン思いつきですけど。